ットみたいな弁当しか作れないゴミ嫁が。いきなり何？夕飯の残りや冷食を詰めただけの弁当とかありえねえだろ。ごめんなさい、でも今朝は体調が悪くて。俺が小麦アレルギーだって知ってるよな。冷食ってなんて危ないだろ。ちゃんと配慮したものを選んだわ。それに前日に残り物入れるのは一般的よ。繊細で敏感な俺には無理なんだよ。こんな時にわがまま言わないで。いつもは一からちゃんと作ってるじゃないの。専業主婦はそれが仕事だろ。そんなこともできないなんて恥ずかしいぞ。具合の悪い妻に対してそれはないんじゃない？体調管理を怠ったお前が悪い。自業自得。ひどい。ちょっと待てよ。お前が風邪ってことは同居してるママが危ないじゃないか。絶対に移すなよ。部屋は分かれているんだから大丈夫だと思う。夕飯は一緒に食べてるだろう。その時に移る。だったら別々に食べればいいだけの話じゃない。父さんが死んで寂しがってるママに一人で食べさせる。お前鬼か。じゃあどうしろって言うのよ。知らん。お前が考えろ。もうめちゃくちゃね。昔のあなただったら真っ先に心配してくれたのに、最近はどうしちゃったの？今までの俺はお前を甘やかしすぎたんだ。やっと目が覚めただけだ。何それ。そんなことよりも今日の夕飯はコロッケと餃子な。夜ぐらいはまともなもの作れよ。だから体調が悪いんだって。先に言っとくけど惣菜なんか認めないから。だからあと昨日使ったワイシャツを洗濯してアイロンをかけとけ。明日着る。別のワイシャツじゃダメなの？本当に具合が悪いのよ。今の季節は昨日のワイシャツがちょうどいいんだよ。じゃあ会社帰りに同じやつを買ってきたら。明日はそれをそのまま着てほしいんだけど。俺の肌は繊細なんだ。買ったやつをそのまま着たらジンマシンが出ちまうだろ。そうは言っても立っていられないくらいなのよ。めまいもしてきたし。専業主婦は家事が仕事だろ。それを風ごときで休めるなんて羨ましい限りだな。そういうつもりじゃ。俺だって熱があるんだぞ。なのに休まずこうやって仕事してて偉いよな。え、熱？36度8分もある。あーマジでだるい。それ平熱じゃん。私なんて38度5分なんだけど。それはお前が肉団子だから。そんなブヨブヨの腹じゃ熱だってこもるって。私は標準体重です。俺に言わせれば標準体重もデブ。もう勝手に言ってれば。とにかくこれからお母さんに運転してもらって病院に行ってくる。なんでママが運転手なんだよ。車内で風が移ったらどうするんだ。めまいがひどくなってきて自分じゃ運転できないからよ。マスクも二重にするから。お前の用事にママを借り出すな。ママは忙しいんだぞ。じゃあタクシー使ってもいい？ゴミ読みのくせに。それはずうずうしいだろ。だったらどうすればいいの？そもそも家にいるだけの生産性のない人間に病院なんて贅沢だ。私が倒れてもいいの？やることやったら倒れてもいいぞ。それまでは認めない。それは無理だって。ママに甘えないでしっかりやれよ。私はあかり、38歳。同い年の良平と結婚してから幸せな日々を過ごしていました。しかし1年ほど前に義父が他界。それをきっかけに義母と同居を始めたのですが、同じ時期くらいから優しかった良平は横柄な男に変貌。平気で私を蔑むママ大好き男になってしまったのです。ただし義母の前ではいい子を演じている良平。義母が息子の変化に気がつくはずもありませんでした。そんな中私は風邪をひき絶不調。なんとかワイシャツを洗濯し干そうとはしたのですが、意識を失って倒れてしまいました。たまたま2階に上がってきた義母が私を見つけて病院へ運んでくれたので、命に別状はありませんでしたが、40度の高熱と頭を打っていたので念のため入院となりました。これまでの経緯を良平に来院し義母に見守られながら眠りについたのですが、再び目を覚ますとそこには地獄が待っていたのです。数時間後。40度の熱くらいで入院しやがって。今すぐ帰って俺とママの面倒を見ろ。
家に帰ってきたらワイシャツは干せてないし飯もない。どうすんだよ。干してる最中に倒れたの。ご飯なんて作る暇なかったわ。やることやってから倒れろって言ったよな。何してんだよ。それ本気で言ってる？当たり前だろ。で、何時に帰ってくる？飯待ってるんだけど。入院だって伝えたよね。自分で作るか買ってきたら。ああ、一時退院でもして飯を作りに帰ってこいよ。その態度は何？心配することはできないの？風邪をひいたのは自業自得だろ。そんな奴を心配して俺にどんな得があるんだよ。夫婦はお互いを支え合うものでしょ。どちらか一方に負担をかけるなんておかしいわよ。だったら嫁のくせに家事をサボるお前はもっとおかしいってことだよな。はぁ？自分の仕事もこなせない人間に趣味を持つ権利なんてないってことでいいんだな。何を考えてるの？趣味の悪い水晶玉は粉々に砕いて。え？漢字だらけの本はシュレッダーかけといてやったよ。なんてことしてるの？人のものでしょ。どうせ俺が稼いだ金で買ったもんだろ。だったら俺がどうしようと自由だろ。昭和じゃないんだから今時そんな話は通用しないわ。絶対に弁償してもらうから。俺もお前も昭和生まれだから通用します。まるで子供ね。俺をイライラさせるお前がある。さっさと退院して飯を作ってアイロンかけろ。傭兵、あんたにはがっかりだわ。なんだとてめえ、何様のつもりだ。あんたの母のミチルです。朝からあかりさんの付き添いで病院にいるんだけど。ママの名前を出せば許されると思ってんの？あ、そうか。一回を確認してごらん。部屋は真っ暗だろうし、テーブルの上には食べかけのお蕎麦が置いてあるはずよ。マジだ。え、あかりは目の前のベッドで寝てる。じゃあ起こしてよ、話があるんだ。何言ってるの？あかりさんは40度の高熱で倒れて今も苦しんでるんだけど。だって LINE の通知内容を見て驚いたわ。あなたのあかりさんに対する態度は一体何なの？何様？これには事情は。一緒に夕ご飯を食べてる時は仲良しだと思ってたけど、私の前では猫をかぶっていたようね。違うんだよママ。これは将来の夫婦仲を良好に保つためにやってることであって、今現在は不良そうなのに。それは俺の言うことを聞かないあかりのせいで、俺は本当に頑張ってるんだよ。あくまでもあかりさんだけに非があるって言いたいのかしら。だって本当のことだろう。あなたの考えは分かったわ。詳しいことは明日話しましょう。ママ何時頃帰ってくるの？一緒にご飯食べない？俺お腹が空いてペコペコなんだよ。今日は帰ります。自分で何とかしなさい。翌日、退院しました。ママこれから合流することになってます。ということは今は一緒にいないんだな。ええ。このクソ嫁が。え？お前が勝手に倒れて入院なんかするからあのワイシャツ着れなかったんだぞ。自分でなんとかできなかったの？お前の仕事なのになんで俺がやるんだよ。ふざけんな。だっておまけに昨日は米と豆腐しか食えてない。どうしてくれんだよ。スーパーやコンビニに惣菜が売ってるでしょ。俺は小麦アレルギーだ。何入ってるかわからないものなんて食えない。そういう人に対応した惣菜もあるんだけど知らなかったの？おい、俺にそんな態度取っていいと思ってんのか？何が言いたいの？俺は離婚してもいいんだぞ。は？ただし捨てられたら収入がなくて困るのはお前だけどな。あれ、ママもう合流したのか？お母さん、彼のさっきの言葉どう思いますか？良平、十中八九捨てられるのはお前だよ。それはないって。だってこいつ無職なんだぜ。仕事ならしてるわ。うさうさ、本当よ。ついでに言わせてもらえば、私はそのお仕事のお手伝いをしているわ。え、ママどういうこと？これでも私結構人気の占い師なの。あ？昨日も仕事のことで話があって2階にお邪魔したんだけど、まさかあかりさんが倒れてるなんて思いもしなかった。ご心配おかけしました。本当にすみません。いいのよ、
おかげで息子の本性も知れたんだし。だから水晶とか意味のわからない本があんなにあったのか。言っとくけど、あれは全部自分で稼いだお金で買ったものだから、ちゃんと弁償してね。はあ、なんで俺が。人のものを壊したら弁償するのが当たり前。それは仕事のことを黙ってたこいつのせいであって。言ったところでそんなの仕事じゃないって認めないでしょ。しっかり成果を出していれば俺だって認めるさ。そんなことを言うお前は成果を出してるのかい。うん、月に35万円ももらってるよ。私はざっくり計算して7桁かな。来月は8桁が確定してるわ。え、桁？わあ、あかりさんすごいわね。私も自分のことみたいに嬉しいわ。これもお手伝いをしてくれるお母さんのおかげですよ。ちょっと待ってよ、なんだよその金額。占うだけでそんなに稼げるわけないだろ。最近は占い師教育講座も流行り始めたの。それが結構好評でさ、忙しくさせてもらってる。そんな怪しい仕事俺は認めない。そう言うと思ったわ。だから黙ってたのよ。あれか、怪しい水晶でも買わせてるんだろ。お前は本当に最低な人間だよ。ママね、あかりさん、昨日も話したけどさ、やっぱり息子とは別れた方がいいと思う。そうなんですけど。何か理由でも。お母さんの存在です。私にとってお母さんはビジネスパートナーであり、心ない言葉で傷ついた私を癒してくれるかけがえのない人なんですよ。あら、まあもちろん何度も良平さんのことを相談しようと考えました。でもそんなことをしたらお母さんは間違いなくショックを受けるだろうし、私をもって離婚を提案してくれると思いました。そりゃそうよ、可愛いお嫁さんに悲しい思いなんてしてほしくないもの。でも離婚なんてしたらお母さんとの関係も終わっちゃうじゃないですか。そんなの耐えられません。だから言い出せなかったんです。あかりさん、騙されちゃダメだ。ママ、あかりはママのご機嫌を取るために嘘を言ってる。それはあなたです。何よりも私を第一に優先して考えてくれるあなただから結婚したのに。だからそれは目が覚めて本来あるべき姿になっただけだろ。昔はそんな子じゃなかったのに。一体何があったの。だってガモおじさんが。誰それ。死んだ父さんの友達。家族ぐるみで仲良くしてた人よ。今は熟年離婚されて惨めな一人暮らしをしてるって聞いたけど。惨めなわけない。ガモおじさんの性格は最高にかっこいいし、一人暮らしも悠々自適だって言ってたもん。随分とそのおじさんと仲がいいのね。たまたま飲み屋で再会したんだ。ふーん、それで。おじさんが立場をはっきりさせないと女は釣り乗る、女は社会に出てもまともに働けないかわいそうな奴らだとか言ってたんだよ。だから上から目線で私を蔑み出したのか。それに調子に乗り出してからだと強制するのは大変だって言ってた。そんな時代錯誤の話を鵜呑みにしたの。おかしいとは思わなかったのか。だって男として偉くてかっこいいじゃないか。どちらかというと離婚された立場でそんなことほざいてかっこ悪いけど。私ね、ガモの奥さんからいろいろ聞いてたのよ。あの人は口だけ達者でアイロンすら使えない、フライパンも使えないから炒めることすらできないってね。あれ、誰かとそっくり。そんな口ばかりの旦那に奥さんは苦労していてね。笑顔もどんどん少なくなって、私も心が痛かった。だから離婚を突きつけると聞いて心の底から応援したものよ。え、離婚って奥さんから言ったの。おじさんは自分から言ったって。自分の都合がいいように事実をねじ曲げたのね。本当にかっこ悪すぎる。私が知ってる限りだと離婚直後のガモの生活はそれはそれはひどいものだったのよ。そうなんですか。食事は毎食コンビニ弁当、ワイシャツはシワシワ、ゴミの分別もできないからご近所さんにも疎まれていたようね。なんだよそれ、離婚して困ってるのはあいつだって言ってたのに。これでわかったでしょ、ガモはプライドだけ高いクソ男。そしてそんな奴に憧れを抱いて妻に偉そうな態度を取ったお前もクソ男だ。まあまあそんなこと言わないでよ。それは無理な話じゃないかな。
はあ？嫁のくせに意見なんてしてくんじゃねえ。今のではっきりわかったわね。お前は絶対に変われないだと思います。ちょっと待って、今のは言い間違いというか、あかりがしゃしゃり出てきたから。わざと墓穴掘ってる？もう黙ってた方がいいよ。くそ、何も言わずに離婚に同意することね。ごちゃごちゃ言うようであればお前をブロックする。そんな、俺どうなっちゃうんだよ。私の占いではガモーさんのように小さなプライドにすがりついて惨めな一人暮らしをするだろうって出たわよ。あかりちゃんの占いなら間違いなさそうね。やだ、嘘だと言ってくれ。後日談。私は良平と離婚、精神的苦痛に対する慰謝料300万円と処分された水晶玉などの弁償代として20万円を請求させていただきました。その後、良平の勤める会社で離婚理由や私に対する彼の言動が梅雨に会社に居づらくなったため早々に退職し、今ではカビ臭いアパートに住んでいるんだとか。アルバイトを掛け持ちして一人寂しく暮らしているようですが、アレルギー体質の良平には最悪な環境のようで、体中にジンマシンが出まくっているんだとか。ボリボリかきむしりながら眠れぬ夜を過ごしていることでしょう。私の占い師の仕事は順調です。これまでの経験を生かし、夫婦家族関係に特化した占い師として活動しているのですが、思っていた以上に相談者が多く、みちるさんと忙しい日々を送っています。